キャノンデールプロサイクリングは2014年まで存在した自転車ロードレースのチームの一つであるチームキャノンデールガーミンに統合されたヘニンジャートゥーム2006アミラリアチーム20061999年から2001年まで現在のプロフェッショナルコンチネンタルチーム相当のカテゴリで活動していた2005年から新規一点 UCI プロチームとして活動を再開し 再開初年でダニーロ・ディ・ルーカが UCI プロツアーの初代王者に輝く。2007年はダニーロ・ディ・ルーカがジロでイタリアに優勝し、チームにグランツール初制覇をもたらしてくれる。2008年にはかつてツールド・フランスにて、ランス・アームストロングとしのぎを削ったこともある。イヴァン・バッソが加入し、今後の飛躍が期待される。2010年、ジロでイタリアにて、 イバン・バッソが、ブエルター・エスパーニャにて、ヴィンチェンツ・オニバリが、それぞれ個人総合優勝を果たし、チームとしては1シーズンで、2つのグランツールを制覇するという快挙となった。2006年から2010年までマッサージャーとして、中野義文が所属していた。2010年シーズンは、サブスポンサーとして、ドイモが入っていた。2011年シーズンより、2006年より機材を、 供給し続けているアメリカの自転車メーカー、キャノンデールがサブスポンサーとなった。2013年シーズンによりキャノンデールがメインスポンサーになりマスダ成功が加入。2015年シーズンによりチームキャノンデールガーミンに統合。フレームはメインスポンサーのキャノンデール社のスーパーシックスシリーズやシナプスシリーズ、TT バイクはスライスシリーズにコンポーネントは スラム車のスラムレッド、ホイールはビジョン、タイヤはケンダ、ハンドル周りは FSA、サドルはフィジーク、ペダルはスピードプレイ、ヘルメットはルディ、ウェアはすごいを使用している。キャノンデールプロサイクリングとガーミンシャープが2015年シーズンに統合、新体制へ。ありがとうございます。